左から、ナジモバ、ホイト、バレンティノメディアを再生する、椿姫本編、字幕なし椿姫とは、アメリカ合衆国の劇映画、サイレント。アレクサンドル・デュマフィスの、椿姫の映画化で、主演はアラ・ナジモバトル・ドルフ・バレンティノ。原作は1840年代のパリが舞台だが、1920年代に変更されている。大胆なアールデコ風セットをデザインしたのは、 美術監督のナターシャ・ランボバで、後にバレンティノと結婚した。日本では1924年に公開され、その年のキネマ旬報ベスト10、芸術的に最も優れた映画の第3位に選出された。なお、それ以前に、カミーユという放題で公開されたとする資料もある。ところはパリ。若き法学生アルマンは、友人のガストンとオペラ観劇に行く。 そこでアルマンは派手な衣装を着飾って男たちをはべらせる美女マルグリットを知る。ガストンの紹介でアルマンはマルグリットの家のパーティーに招かれる。客たちがランチキ騒ぎしている間、アルマンはマルグリットの愛を得る。夏う二人は付き合っている。幸せな日々。しかし、アルマンの父親は息子の将来を心配し、マルグリットに別れてくれるよう頼む。 最初は拒否するマルグリットだが、娼婦である身の上を考えると、父親の言うことはもっとも、泣く泣く了解して、ガストンに当てた別れのメッセージを書き残し、パリを去る。秋マルグリットに捨てられたと思ったアルマンは、自暴自棄になっている。ある晩、別の娼婦を連れて、カジノで遊んでいたら、偶然、マルグリットもお店に来る。アルマンはよりを戻そうとするが、マルグリットは、 父親との約束を守りこじ。逆上したアルマンは、大勢の客たちの前で公然とマルグリットをなじる。冬マルグリットは、持病が悪化し、病床に付している。さらに財産も底をつき、アルマンとの思い出の、本以外の、全財産を没収される。ガストンが、ニーズマのニシェットと見舞いに駆けつけた時は、瀕死の状態で、マルグリットは、薄れゆく、意識の中、 アルマンとの幸せだった日々を追想しながら眠らせて、私は幸せと言い残して息を引き取った。ピクチャープレイシ1921年8月号には、ナジモバとバレンティーノのモダンなキャラクター造形に圧倒されて、我々の知るかーユとアルマンはどこかに行ってしまった。ところどころビザールで、あとは競争的。刺激的な場面の連続は保証する。 全世代を涙させる椿姫ではない。時代を超えた原作ではあっても、なじもばの映画なのだから。よかれあしかれ、無視するにせよ、興味深い映画であると書かれている。ありがとうございます。